混ぜそば作ります。これね、ね、全粒粉使ってます。うちの唐辛子2杯です。これで丼は完成。1から0から1から2から3から4から5からまであるんですね。辛いの結構好きなんですけど、まあ、この辺が美味しいなって思うのは煮からなんですよ。なので今回ちょっと煮からを作りますね。で3からになると一般でいう超激辛、僕ちょっと3から食べるのしんどいですね。だからなんかもう5からとかになってくると、めちゃめちゃ辛いのが好きな人がチャレンジするぐらい辛いかもしれないですね。まあちょっと自分でそれは確かめてみてください。これが今回シャチリンのために生み出した旨辛ミンチ。これねかなりいい仕事しますね。生姜とニンニク、それから鷹の爪、これでねしっかり色は薄いんだけど甘みと少し醤油の味が入って、これね美味しい。辛麺にも使うし、赤混ぜそば、今作ってる混ぜそばにも入ります。もうちょっとで麺上がりますからね。この感じ、このふわっとしてくるんですよね、全粒粉の麺が。生の時とだいぶ違う、こういう感じ、もっちりした表面がうどんのような麺肌をしてて、で中にグッとコシがある全粒粉麺ですね。自社製麺なんですけど、これを使うことで混ぜそばがものすごく美味しくなるんですよ。麺自体に甘みがあるんで、こういう刺激的な味だとか、こういう醤油のタレとかにすごく馴染みがいいです。麺が上がったら、この棒でですね、こうグリ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 やって傷をつけます。あえて麺を傷をつけることで粘りを出して、その粘りが、このタレによく馴染むっていう、そういう特別な技法を使います。でグリ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 、もうこれでもかっていうぐらい麺を傷つけちゃう。そうするとね、これドローっとね、これ分かります、これが肝、これがないと全然違うんです。これがあると混ぜそばがね、すごく甘みが出ます。ね、とろっとこういう感じ。で、今作った、海苔をですね、粘りをこのタレに混ぜていく。ね、よーく混ぜる。でここでもね、その海苔を少し作るんですね。そうするとちょっと白っぽくこうとろっとしてくるソースが、これは麺の粘りが移った状態。こうなると全体が一つになるんですよね、まとまるっていうのかな。きれいに拭いて、はい、ネギ、で、こちらニラ、ニラ、それからもやしをちょっと多めに、ね、もやしの食感美味しいですからね。でさっきのミンチをたっぷり、ミンチたっぷり入れて、これがうま辛なんですよ、このミンチが。
そこになんと韓国唐辛子、甘みと香りがすごく強い、これです。これね、これをこれに一杯かけちゃう。こんなにかけて大丈夫なのっていうぐらいかけます。これがね、いい役をするんですよね。よいしょ。ニンニクを入れるか入れないか、これ選べます。僕は入れます。はい、ニンニクをポニットン。はい、ニカラです。ニカラ、うわー、辛そう。うま辛赤混ぜそば、ニカラ完成。では、うま辛赤混ぜそばいただきます。これがね、めっちゃ美味しいんですよね。今日の営業でもこの混ぜそば結構出ましたね。美味しそう。真っ赤っかやな、めちゃ赤い。唐辛子の香ばしい匂いが食欲をそそるんですね。うん、いただきます。うわ、辛っ。いや、でもこれ2辛でもかなりだな。辛っ。辛っ。2辛ってこんな辛かったっけ。めっちゃ辛いですよね。めっちゃ辛い、はい、辛っ。結構辛いですよね。おお。あ、なんかもう胃が熱い。すごい。胃が熱い。完璧なうま辛。もうちょっと、おい飯。はいよ、おい飯。間違いないわ。絶対うまいやつや。で、これここにお酢、これをかけるとまたうまいですよ。ちょこっとね、少し。うん、うん、合う。
完食です。ごちそうさまでした。あー結構余韻が辛い。あと引くわ。煮からはなんかこんな感じでちょっとやっつけられる、はい、1からだとなんか辛っって感じで、うん、2からだとうわ辛っやっつけられたみたいな手応えが、3からまでいくといやちょっと厳しいぐらい辛い、うん、でもなんか3から以上はもう激辛常連の人、そうですね、うん、そういう人がチャレンジするといいかもね。あの普通の人はまあ0からから2からがちょうどいいんじゃないかなと思います。なんかもうこの辺がポカ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 してるもん。